4ヶ月弱って信じられないぐらい早かった。テラスハウスの生活はすっごい楽しかったです。すっごいなんか今までしたことない経験が本当にいっぱいできて、最初共同生活大変だったけど、でもまあ1ヶ月もすれば慣れて、みんな一人一人と仲良くなれたかな、最終的にはと思ってます。最初の数日は正直めちゃめちゃ大変で、なんかもう全員初めましてで、しかも住む環境も初めてで、わからないことだらけで、なんか順応できない自分にもイラついて、でも入って1週間もしたらなんかみんなと話す時間も増えて、みんなのこともちょっとずつ知り出して、居心地も良くなってきて、帰るのが最終的には楽しみになってたから、そういう共同生活を楽しめたっていうだけでも私の中では結構大きい一歩かなと思ってます。最初家にいることがあんまりなくて、家にいる時間をそんなに大切にしてなかったんだけど、途中からまあ自分のそのテラスハウス以外でのことよりも優先順位がテラスハウスの方が上になって、そこから家にいる時間が増えて、それも女子部屋にこもってるよりはリビングにいたりとかダイニングにいたりとか、誰かをいないかなって思って自分で家に帰って部屋の中ただいまって言って探したりしてる自分がいた時に、あ、私本当にこの家でみんなと仲良くやりたいんだなっていうのが気づけたの、その時です。ウェズね、正直でも普通に今思うのは、本当にもっと一緒にいれたらよかったなっていうのが本当に素直な気持ちです。一緒に住んだ3週間すごい楽しかったし、一緒にいて全然気も使わなくて、なんかすごい大人で包容力のあるあの感じとかすごい好きで、でも恋愛に発展するには時間が足らなかったかなとも思うし、そう、なんかそのすっごい人として好きで一緒にいて楽しいし落ち着くし、そこからその自分から行きたいって思うその恋愛に行く生き方がちには分かんなくて、ウェズ側からウェズがちのことを気に入ってるとかも全然感じなかったから、もっと仲良くなりたいなって思ったのは正直あの一緒にご飯行った時、あの時にもっとウェズのこと知って、その時からいいなって思い始めたから、もう本当出る10日前とか1週間前とかでした。なんかタイミングだったから仕方ないかなって思います。わかんない、あのままもしかしたら家にいたら別に行ってたかもしれないし、でも逆に言ったらあの卒業を伝えたからこそ仲良くなったのもあるから、どうだったんだろうなと思うんですけど、ニッキーは妹って言ったら妹かもしれないけど、でも私はすごい気があって、なんか考え方とかいろんなことに対しての接し方とかが似てるなって思う部分があって、だから女子部屋にいる時とか本当気使わずになんか裸でいたりもしたし、本当一緒にいて気を使わない、一番気を使わない相手はニキだったかなって。なんか多分私とガイとニキが一緒にいることが多かったから、一番最初本当にあのエビアンとユウヤがいない時、日本に帰っちゃってる時とかに、まあ大使も早く寝るし、私も多分2時とかには部屋帰って寝てて、でもまあ2人でいるのがずっと多分その後続いてたから、ガイはニキが来る前とかそんなことなかったし、もういつも最初ガイは次の日朝ノース行くのに5時だから6時だからもう寝るって10時とか寝てるのもあったけど、ニキが来てからそれほとんどなかったしなんかいきなりライフスタイル変わったなみたいな、もう毎晩夜中まで起きて、でもサーフィンに遅れても夜中まで起きてたいってことは、まあそういうことなんじゃないかなっていうのは思ってて、まあ何回かチラ見したことはありました2人で寝てるじゃないけど一緒に
みんなで映画とか夜中まで話しててもその2人は先に寝るってなかなか言うことがないからなんかこっちが、何待たせちゃってるような気分になる時があってあ先に寝た方がいいかなみたいなっていうのありました何回か。今後はもうハワイ生活は今月で終わりにしようかなと思ってて、でとりあえずここが終わったら LA に1ヶ月ぐらい行って、今カリフォルニアあたりに1ヶ月ぐらい行ってから日本にちょっとだけ帰ろうと思ってて、でその後、まあ行く友達、ここのハワイの友達がフィリピンに行くから一緒においでよって言ってくれたから、まあ、フィリピンとバリ島とかにちょっと行こうかなって思ってて、で夏はお姉ちゃんが沖縄に住んでるから沖縄に行こうかなとか、その後オーストラリアに行こうかなとか思ってて、多分どっかに定住する生活よりは長くても 2,3 ヶ月とかで転々とする生活を送りたくて、でも短すぎるのも例えば3日ぐらいの旅行で行っても多分全然見足りなかったって思うから、ちょっと長めでいろんなとこ回りたいなって思ってて、でそれがずっと仕事につながったらもう本当にベストだなって思ってたから、今そういう話をもらってそれがうまく進んだらもう本当にいろんなとこ旅する生活をしばらく続けたいなと思ってます。